チャック・ジェームズはアメリカ合衆国ジョージア州出身の元プロ野球選手。2002年の MLB ドラフト20巡目でアトランタブレーブスに入団。2005年に 1A からメジャーまで一気に昇格し、9月28日にメジャーデビューを果たした。わずか2試合の登板であったが、防御率1.59をマーク。また、フィルニークロ賞を受賞した。2006年は、 ブルペン要員として開幕メジャーの切符を掴んだものの、5月にはマイナーへ降格した。しかし、マイク・ハンプトンがトミー・ジョン手術でリハビリ中、ホライシオ・ラミレスとジョン・トムソンの故障や不審などが重なり、6月末に先発要員としてメジャーへ呼び戻されることとなった。実質1年目でありながら、シーズントータルで25試合に登板し、11勝4敗。 防御率3.78をマーク。来季の先発ローテーション入りをほぼ確実なものにした。2007年は開幕からジョン・スモルツ・ティム・ハドソンに続く先発3番手としてローテーション入りを果たし、昨シーズンと同じく11勝を挙げた。しかし、オールスター前後から左肩の具合が思わしくなく、前半戦だけで8勝をマークしていたのだが、 後半戦は3勝とシリスボミとなった。特に8月は例勝で防御率は8.59と税不調であった。そのため、メッツフィリーズと熾烈なプレイオフ争いを繰り広げていたチームが失速し、プレイオフ進出を逃す一員となってしまった。また、同年11月には結婚をした。2010年はワシントンナショナルズ参加のマイナーチームでプレー。 2011年はミネソタツインズで3年ぶりにメジャー昇格を果たした。オフに FA となった。また11月8日からエンリケ・ゴンザレス、テリー・ティフィーと共に埼玉西部ライオンズの入団テストを受けたが不合格となった。2011年11月15日にニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだ。2012年は 開幕を参加トリプル A のバッファローバイソンズで迎えた。18試合に登板したが、成績不振で7月5日に解雇された。その後、現役引退した。抜群の制球力を活かし、緩急をつけるピッチングが持ち味。タイプ的にトム・グラビンと似ている。そのため、トム・グラビン2世と言われ、よく比較される。ありがとうございます。